2024年のメジャーリーグは多くの注目選手が素晴らしい成績を残し、各タイトルを獲得しました。今年もホームラン王や打点王、最多勝利投手など見逃せない激戦が繰り広げられ、日本のファンにとっても馴染み深い選手もタイトルホルダーとして名を連ねています。特に日本人選手の活躍やベテラン勢の安定化、新世代の台頭などが話題となり、ファンにとっては一瞬たりとも目が離せないシーズンとなりました。今回はどの選手がどのタイトルを手にしたのか、2024年メジャーリーグタイトルホルダーを振り返りましょう。アメリカンリーグ首位打者、ボビー・ウィット・ジュニア。ボビー・ウィット・ジュニアは2024年シーズンでアメリカンリーグの首位打者として驚異的なパフォーマンスを見せています。カンザスシティ・ロイヤルズのスター遊撃手である彼は、今シーズン打率3割3分2厘でリーグトップの210本のヒットを記録。またウィット・ジュニアは32本塁打、109打点、さらには31盗塁という驚異的な成績を残しており、歴史的な30本塁打30盗塁の30-30クラブに2年連続で加入するという快挙を達成しました。2024年のウィット・ジュニアは安定した成績を維持し続け、シーズンの最初の4ヶ月間にわたって打率3割以上、OPS0.800 以上を記録。さらに7月には23試合で打率4割8分9厘という圧倒的な成績を残し、月間最優秀選手にも選ばれました。この期間中、彼は9本の2塁打、8本塁打、2本の3塁打を放ち、25試合で 1.410 という驚異的な OPS をマーク。ウィット・ジュニアの活躍は攻撃面だけでなく、守備や走塁でも際立っています。驚異的なスピードで盗塁も30を超え、フィールド上では多くの得点機会を生み出しています。彼の成績はロイヤルズの攻撃を牽引し、チームをポストシーズン進出に導くための大きな原動力に。2024年を通じて一貫して高いレベルでプレーし続け、まさに MLB のスーパースターとしての地位を確立しました。ウィット・ジュニアのパフォーマンスは他のスター選手たちとも肩を並べ、特にアーロン・ジャッジや大谷翔平といった選手たちとともに MVP 候補として名前が挙がっています。このシーズンの彼のパフォーマンスは今後も長く語り継がれるでしょう。ホームラン王、打点王、 OPS1 位、アーロン・ジャッジの2024年シーズンはまさに歴史的なシーズンとなりました。彼は2022年に記録したアメリカンリーグのシーズン最多ホームラン記録には届かなかったものの、58本のホームランを放ち、 MLB 全体で再びホームラン王に。この成績は彼がリーグの中でもいかに圧倒的なパワーヒッターであるかを証明しています。特にシーズン終盤にかけてペースを上げ、重要な場面での活躍が光りました。ジャッジの成績を詳しく見ると、ホームラン王に加え打点でも144打点を記録し、メジャーリーグ全体でもトップに。彼の144打点は2009年のプリンスフィルダー以来の高い数字であり、ヤンキースの選手としては2007年のアレックス・ロドリゲス以来となる140打点超えの記録です。ジャッジは試合の流れを変える一打を放つ能力に長けており、これがヤンキースの勝利に大きく貢献しました。OPS においても 1.159 という驚異的な数値を叩き出し、こちらもメジャーリーグ全体でトップの成績を誇り、彼が単なるパワーヒッターではなく、状況に応じたバッティングや高い出塁能力も持ち合わせていることを示しています。さらにジャッジの2024年の WAR は 11.2 を記録し、これは2022年の 11.1 を上回る数字で、打撃だけでなく守備でもチームに大きな貢献をしており、右翼手としての守備力も健在です。2024年シーズンのジャッジは開幕当初こそややスロースタートでしたが、シーズン中盤から後半にかけて驚異的なペースでホームランを量産しました。特に7月から9月にかけては連続試合ホームランを含む怒涛の活躍でチームを勝利へと導くことに。彼のバッティングは単なるパワーだけでなく、試合の流れを読む力やピッチャーの配球に合わせた柔軟な打撃が際立ちました。例えば9月22日のオークランドアスレチックス戦ではシーズン54本目のホームランを放ち、チームを10対0の勝利に導きました。この試合では他の選手もホームランを放つ中で、ジャッジの一打はチームに大きな士気をもたらし、シーズンを通して重要な場面での一打が多く、彼の存在感はますます大きくなっています。また彼の打撃フォームやアプローチにも成熟が見られます。
ジャッジ自身も2022年よりも経験を積み、より賢くなったと語っており、成績だけでなく彼のアプローチにも変化が見られるのです。彼は打席での落ち着きと選球眼をさらに磨き、投手の隙を逃さない巧みなバッティングが光りました。ジャッジの活躍により2024年のヤンキースはアメリカンリーグ東地区の地区優勝を果たし、ポストシーズンへ進出。彼の一打一打がチームの勝利に直結し、特に接戦での勝負強さがチーム全体に良い影響を与えました。ヤンキースは彼を中心に強力な打線を形成し、ポストシーズンでもさらなる活躍が期待されています。アーロン・ジャッジの2024年シーズンはホームラン王、打点王、OPS トップという圧倒的な成績でメジャーリーグの頂点に立ちました。彼の打撃は単なるパワーだけでなく、精緻さと勝負強さを兼ね備え、チームを牽引する存在となっています。ヤンキースにとってジャッジはまさにキャプテン、頼れる男であり、彼の活躍なくして今シーズンの成功は語れません。盗塁王ホセ・カバジェロ。ホセ・カバジェロは2024年シーズンアメリカンリーグの盗塁王としてその名を刻みました。彼はシーズン中に44盗塁を記録し、タフな守備とスピードを武器にチームに貢献。このシーズン441打数で打率2割2分7厘、100安打、9本塁打、53得点を記録しており、打撃成績こそ平均的でしたが、そのスピードと盗塁技術が光りました。特に2024年5月5日の試合で1試合に4盗塁を決めるという快挙を達成。これはシーズンの中でも特に印象的な瞬間で、相手のバッテリーを翻弄し、試合の流れを変えるほどの影響を与えました。このように彼のスピードはシーズンを通してチームの勝利に大きく貢献。非常に効率的に盗塁を成功させ、守備でも堅実なプレーを見せ、複数のポジションをこなすユーティリティ性が評価されました。カバジェロは特に試合の重要な局面で盗塁を成功させ、得点機を広げる場面が多く、相手チームにプレッシャーを与える選手としての存在感を強めました。彼のプレースタイルはチームメイトにも良い影響を与え、タフでエネルギッシュなプレーで観客を魅了。このようにして彼は盗塁王としてシーズンを締めくくり、そのスピードと守備でチームにとって不可欠な存在となりました。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、クオリティスタート、タリク・スカバル。2024年、タリク・スカバルはデトロイトタイガースのエースとしてその才能を存分に発揮し、メジャーリーグで歴史的なシーズンを過ごしました。彼の圧倒的なパフォーマンスはアメリカンリーグの投手部門で3冠を獲得するまでに至り、最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の全てでリーグトップに。この3冠達成はメジャーリーグの歴史において非常に稀な偉業であり、スカバルはその功績をもってサイ・ヤング賞の最有力候補に名を連ねています。スカバルは2024年シーズンで合計31試合に先発登板し、18勝4敗という驚異的な成績をマーク。勝率は8割1分8厘という高い数値で、いかに安定して勝ち星を積み上げたかが分かります。さらに防御率はリーグトップの 2.39 を記録し、奪三振は228を記録。これにより彼はアメリカンリーグでのトリプルクラウンを達成し、デトロイトタイガースの歴史に名を刻むこととなりました。この偉業は同じくタイガースのジャスティン・バーランダーが2011年に、またそれ以前にはハル・ニューザーが1945年に達成して以来、球団史上3人目の出来事に。スカバルのシーズンは全体的に安定していましたが、特に9月の終盤戦での活躍が際立っています。9月24日に行われたタンパベイ・レイズ戦では7イニングを投げて2安打無失点、奪三振7という圧巻の投球を見せ、タイガースを勝利に導きました。またそれ以前の9月18日のカンザスシティ・ロイヤルズ戦でも5イニングで3安打1失点、7奪三振という安定感のある投球を披露。さらに8月31日に行われたボストンレッドソックス戦では8イニングを1失点に抑え、8つの奪三振を記録。これもスカバルのシーズンを象徴するような試合の一つで、彼の粘り強さとコントロールの良さが光った試合でした。スカバルは速球を中心にスライダーやチェンジアップを駆使して打者を翻弄し、非常に少ない予視球率で試合をコントロール。スカバルの投球スタイルはスピードと制球力を両立させたもので、特に速球とスライダーのコンビネーションが強力です。彼の速球は平均して95マイルを超え、
カッターやスライダーは打者の内外角に鋭く変化し、簡単には捉えられません。またスカバルの奪三振率は 10.69 で、毎試合安定して三振を奪う力を持っており、予視球率は 1.64 と非常に低く、コントロールの良さが際立ちます。さらにスカバルはシーズンを通じてクオリティスタートを多く記録。クオリティスタートとは、6イニング以上を投げて3自責点以内に抑えることを指しますが、彼のクオリティスタート率は非常に高く、その安定した投球がタイガースのシーズン成功の大きな要因となりました。実際スカバルは31試合中22試合でクオリティスタートを記録しており、これはリーグでもトップクラスの成績です。スカバルのトリプルクラウン達成はメジャーリーグ全体でも非常に得意な出来事です。トリプルクラウンを獲得した投手は MLB の歴史においても稀であり、直近では2020年のシェーン・ビーバー以来の快挙。またフルシーズンでの達成は2011年のバーランダーとクレイトン・カーショー以来となり、スカバルはその中で新たな歴史を刻むこととなりました。タイガースの監督である AJ ・ヒンチもシーズンを振り返ると、スカバルの投球は間違いなく特別なものである、彼の成績は歴史に残るものだと称賛しています。さらにスカバル自身もトリプルクラウンは素晴らしい達成だが、何よりもチームがプレーオフに進出できたことが嬉しいとコメントしており、個人的な成功よりもチームの勝利を重んじる姿勢を見せました。スカバルは今シーズンの成績を踏まえてアメリカンリーグのサイヤング賞の最有力候補として位置づけられています。最多ホールド、ブライアン・アブレイユ。ブライアン・アブレイユは2024年シーズンにおいてヒューストン・アストロズのリリーフピッチャーとして大きな活躍を見せ、アメリカンリーグ最多ホールドを記録しました。この年の彼の成績は非常に安定しており、シーズンを通じてチームの勝利に大きく貢献しています。特に注目すべきは彼のピッチング内容です。速球は平均して98マイル以上を計測し、スライダーのスピン率も高く、これが多くの打者を翻弄。アブレイユの2024年のシーズンは特に接戦でのパフォーマンスが目覚ましく、彼はしばしば試合の後半に登板し、厳しい局面を乗り越えてチームを救ってきました。例えば9月27日の試合では8回に満塁のピンチで登板し、ホセ・ラミレスを三振に打ち取り、この危機を脱するという劇的なシーンも。このような重要な場面での活躍が彼がリーグを代表するリリーフ投手として評価される大きな理由です。さらにアブレイユはチーム内でも最も信頼されるセットアッパーの一人であり、彼のホールド数はリーグのトップに立っています。防御率も安定しており、被打率を低く抑えつつ多くの三振を奪っています。シーズンを通して彼のピッチングは精密さとパワーを兼ね備えており、速球とスライダーの組み合わせで多くの打者を封じ込めました。アブレイユの2024年シーズンは過去数年にわたる彼の成長の延長線上にあります。2023年シーズンも優れた成績を残していましたが、2024年はさらに進化を遂げ、リリーフ陣の中でもトップクラスの投手として君臨。シーズンを通じての安定感と接戦での勝負強さが彼をアストロズの中核選手に押し上げています。最多セーブ、エマニュエル・クレース。2024年のエマニュエル・クレースはクローザーとして印象的なパフォーマンスを披露し、アメリカンリーグで最多セーブを記録しました。彼のシーズン成績は最終的に47セーブを挙げ、防御率 0.61 という圧倒的な数字を残しました。この活躍は彼がリーグ内でも最も信頼を得るクローザーであることを証明しています。シーズン中クレースはガーディアンズの多くの接戦で試合を締めくくり、特に夏場以降の安定感が際立ちました。9回に彼が登場するとスタジアム全体が安心し、ほぼ確実に試合が終わると予測できるほどの信頼を寄せられていました。これは彼の代名詞といえるカッターを駆使した圧倒的なピッチングによるものです。100マイルを超えるカッターは彼の投球の7割近くに達し、さらにスライダーとのコンビネーションで打者を翻弄し、三振や凡打を奪う場面が多く見られました。2024年のシーズンを通じてクレースは34連続セーブ機会成功という驚異的な記録を樹立し、その安定感でチームの勝利に大きく貢献。特に9月にはポストシーズン進出をかけた厳しい戦いが続く中で、重要な局面でのセーブ機会を逃さずチームの信頼を得続けました。このような成績からも彼のパフォーマンスはリーグ全体でもトップクラスであり、
2024年の最も印象的なクローザーの一人であることは間違いありません。クレースの今シーズンの成績は単なる数字以上にチームの士気やファンの期待を一身に背負って戦う姿が評価されています。彼の存在がガーディアンズの勝利を何度も確実なものにし、ポストシーズン進出に大きく貢献しました。ナショナルリーグ首位打者ルイス・アライス。2024年シーズンにおけるルイス・アライスはMLB 屈指のコンタクトヒッターとして大きな注目を集めました。現在サンディエゴパドレスで活躍している彼はナショナルリーグの首位打者としてその実力を証明してきました。シーズンを通して149試合に出場し、打率は3割1分4厘、199本のヒットを記録。加えて4本塁打、46打点、そして82得点と打撃面で安定したパフォーマンスを発揮しました。2024年の開幕直後、アライスは一時的に打撃不振に陥り、最初の13打席でヒットを打てず、しかしその後すぐに立て直し、シーズンを通して素晴らしい安打製造機としての実力を見せつけました。特に彼の特徴であるコンタクトヒッティング能力は健在で、シーズン中には複数回の3安打、4安打ゲームを記録しています。また彼がこれまでにアメリカンリーグとナショナルリーグで首位打者に輝いていることから、歴史的な3球団での3年連続首位打者獲得のシーズンともなりました。この3年連続での首位打者タイトルは現代野球においては前例のない快挙であり、2024年シーズンを通じて MLB の歴史に名を刻む存在であり続けています。ホームラン王、打点王、 OPS1 位、大谷翔平。2024年シーズンの大谷翔平はロサンゼルスドジャースに移籍後、かつてないパフォーマンスを発揮し、メジャーリーグ全体で大きな注目を集めました。大谷はご存知の通り、打者と投手としての能力を兼ね備え、これまでにない二刀流としての才能を完全に開花させましたが、2024年は右肘靭帯の手術の影響により打撃に専念。投手としてのリハビリ期間にもかかわらず、打者として圧倒的な成績を残し、数々の記録を打ち立てました。まず大谷は2024年シーズンにおいて54本塁打を記録し、ナショナルリーグのホームラン王に輝きました。この本数はリーグの他の強打者たちを大きく引き離すものであり、彼の打撃力がいかに強力かを示しています。さらに130打点を記録し、ナショナルリーグの打点王にも輝きました。これらの成績は彼が一貫してチームの得点に大きく貢献し、重要な場面で結果を残してきたことを意味しています。また OPS という打者の総合的な攻撃力を示す指標でも、大谷は出塁率3割9分、長打率6割4分6厘、OPS1.036 という驚異的な数値を記録し、ナショナルリーグのトップに立ちました。この数値は彼が単に長打力に優れているだけでなく、四球を選ぶ能力や出塁する能力にも長けていることを示しています。特に出塁率においては、ピッチャーが彼を警戒して四球を与えるケースが増える中でも冷静にチャンスを生かし続けました。そして大谷のシーズンで特筆すべきは、彼が史上初となる50本塁打50盗塁の記録を達成したことです。このシーズン59個の盗塁を記録し、パワーだけでなくスピードにおいても他の選手を圧倒しました。メジャーリーグの歴史の中でこれほどのバランスを持つ選手はほとんど存在せず、大谷はその圧倒的な身体能力を前面に発揮。シーズンの最終盤にかけて大谷はさらに勢いを増し、特に9月の成績は圧巻でした。9月だけで打率3割9分3厘、 OPS1.225 という驚異的な数字を記録し、チームを牽引。9月19日のマイアミマーリンズ戦では6打数6安打、3本塁打、2本の二塁打、1本のシングルヒットというパフォーマンスで合計17塁打を記録し、この試合での圧倒的な活躍により大谷は400塁打クラブにも加入し、2001年のバリー・ボンズ以来の快挙を達成しました。大谷の2024年シーズンにおけるパフォーマンスは単なる個々の試合での活躍にとどまらず、シーズン全体を通して安定した成績を残し続けました。ホームランペースは常に注目の的となり、シーズン終盤でも衰えることなく54本に到達し、また盗塁数や走塁での影響力も無視できないものであり、相手チームにとっては投打ともに大谷を止めるのが非常に難しかったことがわかります。大谷はその卓越した才能でフィールドの内外でリーダーシップを発揮し、
ドジャースのシーズンを牽引する存在となりました。大谷の2024年シーズンはメジャーリーグの歴史の中でも特別なシーズンとして語り継がれることになるでしょう。50本塁打50盗塁という前代未聞の記録、 OPS でのリーグトップ、そして一貫して攻撃面でのリーダーシップを発揮したことは野球ファンや専門家たちから高く評価されています。このように大谷はこれまでのメジャーリーグの伝統的な枠組みを超えた新時代の野球選手として、その地位を確立したと言えるでしょう。大谷の 50-50 に関してはまた後ほど触れたいと思います。2024年シーズンは大谷のキャリアの中で一つのハイライトとなり、彼のさらなる成長と次なる偉業に期待が高まっています。盗塁王ベリー・デラクルーズ。ベリー・デラクルーズは2024年シーズンに大きな飛躍を遂げ、シンシナティ・レッズの中心選手として大活躍。彼は驚異的なスピードとパワーのコンビネーションを武器にナショナルリーグで67盗塁を記録し、堂々の盗塁王に輝きました。この成績は彼がデビューしてわずか2年目であることを考慮すると特に印象的です。2024年シーズン彼は618打数で25本塁打、打率2割5分9厘、 OPS0.810 という攻撃面でも優れた成績を収め、守備の要である遊撃手として160試合に出場しました。また彼の総合的な WAR は 6.2 に達し、ナショナルリーグ MVP 候補の一人としても注目を集めました。特に印象に残る瞬間の一つは9月13日に行われたツインズ戦でのグランドスラムです。これにより彼はシーズン24本目のホームランを記録し、チームを勝利に導きました。またデラクルーズは今シーズン打席での忍耐力も向上し、追いかける球を減らすことで出塁率を高め、2023年の 8.2% から2024年には 13.5% まで支給率が改善され、より質の高い打撃成績を残すことができました。このような活躍によりベリー・デラクルーズは走攻守全てにおいて進化を遂げた選手として認められ、レッズの来季以降の鍵を握る存在となっています。彼のスピードとパワーの組み合わせは将来の野球界においてもさらなる可能性を示しており、彼がどこまで記録を伸ばせるかが楽しみです。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、クリス・セール。クリス・セールの2024年シーズンはまさに復活の年となりました。アトランタ・ブレーブスのエースとして彼はシーズンを通して安定したパフォーマンスを披露し、リーグトップクラスの投手としての地位を確立。その結果彼はナショナルリーグ最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の3部門でトップに立ち、サイ・ヤング賞候補にも名を連ねています。セールは2024年に29試合に先発し、177.2 イニングを投げて18勝3敗という見事な成績を残しました。防御率はわずか 2.38 であり、シーズンを通じて驚異的な安定感を発揮。セールの特徴はその三振を奪う力と制球力にあります。シーズン合計で225奪三振を記録し、9イニングあたりの奪三振率は 11.40 に、奪三振数はリーグトップであり、特に彼のスライダーと速球のコンビネーションが多くの打者を圧倒しました。セールのシーズンにおける印象的な登板の一つとして9月3日のコロラドロッキーズ戦が挙げられます。この試合では7回無失点9奪三振を記録し、ブレーブスを勝利に。特にスライダーはキレがあり、相手打者を全く寄せつけない圧倒的なピッチングを見せました。また9月8日のトロントブルージェイズ戦でも6回無失点7奪三振という見事な成績を収め、チームを支えました。さらに9月14日のロサンゼルスドジャース戦では6イニングを投げて1失点6奪三振を記録。セールはこの試合でもスライダーを武器にドジャース打線を封じ、シーズン終盤にもかかわらず体力と集中力を維持し続けました。シーズンを通して彼のスタミナとメカニックは安定しており、疲労が見えることはほとんどありませんでした。セールのもう一つの強みは予四球数の少なさです。シーズンを通じてわずか39四球しか与えておらず、1試合あたりの予四球率は 1.98 と非常に低く抑えています。セールは速球とスライダーのコンビネーションで打者を打ち取る一方で、コーナーを狙った正確な制球力も持ち合わせています。このコントロールの良さが彼の防御率 2.38 という成績につながっているのです。2024年シーズンのもう一つの特徴はセールが被本塁打を最小限に抑えたことです。
177.2 イニングを投げてわずか9本の被本塁打にとどめ、ホームラン率は4ブロック輪と非常に低い数字を記録しました。これは彼がゾーン内での球威とスライダーのコントロールで打者を翻弄し、大きな当たりを許さなかった証です。そしてなんといっても2024年の成功の鍵の一つは、怪我に悩まされることなくシーズンを通して安定して投げ続けたことでしょう。過去数シーズン、彼は怪我により思うようなパフォーマンスを発揮できなかった時期が続いていましたが、2024年はそれを克服し、彼本来の姿を取り戻しました。体力の管理と技術の向上により、シーズンを通して安定した投球フォームを維持し続けたことが彼の復活を後押ししたのです。2024年のクリス・セールはブレーブスのローテーションの柱としてチームの勝利に大きく貢献しました。勝率8割5分7厘はリーグトップであり、チームを牽引する存在であり、防御率 2.38、 225奪三振という数字は彼がいかにリーグを支配したかを物語っています。セールの活躍はチームのポストシーズン進出にも大きな影響を与えました。最後のニューヨークメッツとのダブルヘッダーやワイルドカードシリーズでは投げることができず、ブレーブスも敗退してしまいましたが、クリス・セールの今年のパフォーマンスは圧巻であり、今年を代表する投手だったことは間違いありません。クオリティスタート、ザック・ウィーラー。2024年のザック・ウィーラーはフィラデルフィア・フィリーズのエースとして圧倒的な活躍を見せ、ナショナルリーグのクオリティスタートでリーグトップに立つ素晴らしいシーズンを送りました。彼は31試合に登板し、26回のクオリティスタートを達成しています。この成績はリーグ圧倒的1位で、安定した投球をシーズン通して続けました。ウィーラーのシーズン成績は16勝7敗、防御率 2.57、 200イニング以上を投げ224奪三振を記録。特にチームが重要な局面を迎える中で信頼できる存在であり、彼の防御率やウィップも非常に優れた数値です。2024年シーズンを通して7イニング以上を投げて2失点以下に抑えた試合を多く見せ、フィリーズをナショナルリーグ東地区優勝に導きました。またウィーラーは9月29日のシーズン最終登板で11奪三振を記録し200イニングに到達。この試合では6回3分の1を投げて2失点とシーズンを締めくくるにふさわしい投球を披露しています。彼はシーズンを通して多くのクオリティスタートを達成しつつ、重要な場面で常に信頼される存在であり、チームの勝利に大きく貢献。ウィーラーの2024年のパフォーマンスはサイ・ヤング賞候補としても十分に評価されるべきもので、特にクオリティスタートの数と防御率、奪三振数のバランスが彼の投球の安定感を物語っています。最多ホールド、バンドルー・キトレッジ。バンドルー・キトレッジは2024年シーズンにおいてセントルイス・カージナルスのブルペンで重要な役割を果たし、ナショナルリーグで最多ホールドを記録しました。この成績は彼がトミー・ジョン手術からの復帰後に見せた見事なパフォーマンスを証明しており、チームの勝利に大きく貢献。2024年初めにタンパベイ・レイズからトレードでカージナルスに移籍したキトレッジは、強力なリリーフ陣の一員としてシーズンを通じて安定した投球を披露しました。彼の防御率は 2.80 と素晴らしく、チームに信頼されるセットアッパーとしての役割を確立。特にランナーを抱える厳しい場面でのピッチングが印象的で、シーズン後半にかけてはますますその信頼度が高まりました。トレード直後から彼の経験と安定感はカージナルスのブルペンに大きな強化をもたらし、特に9月のプレーオフ争いにおいては彼のセットアッパーとしての役割は不可欠でした。またキトレッジは以前2021年にオールスター選出経験もある実力者であり、トミー・ジョン手術からの復帰後もその高いレベルを維持していることが2024年シーズンを通じて証明されたのです。彼の復調はカージナルスにとって非常に大きな意味を持ち、彼のパフォーマンスは他の投手陣にも良い影響を与えたことでしょう。このシーズンの成功により、キトレッジは来季以降もカージナルスにとって欠かせない戦力として再契約が期待されており、球団も彼との再契約に前向きな姿勢を見せています。最多セーブ、ライアン・ヘルズリー。ライアン・ヘルズリーは2024年シーズンにおいてナショナルリーグで最多セーブを記録し、セントルイス・カージナルスの新たなクローザーとしてその存在感を強く示しました。彼はシーズン中に49セーブを挙げ、これまでのカージナルスのシーズン最多セーブ記録であるトレバー・ローゼンタールの48セーブを上回り、チームの新記録を樹立。フ
ヘルズリーの2024年シーズンはカージナルスの厳しいシーズンの中でも際立つ活躍でした。前年の前腕の怪我による長期離脱から復帰し、2023年9月に7セーブを記録したことがきっかけで自身の活躍に自信を深めました。そして2024年には安定したパフォーマンスを続け、特にシーズン前半に大きな貢献をし、オールスター前には30セーブを達成しており、シーズンを通して高いレベルの投球を維持。ヘルズリーの成功の鍵は圧倒的な三振能力と制球力にあります。彼は前半戦で38試合で46奪三振を記録し、相手打者をわずか2割1分の打率に抑えるなど非常に優れた成績を残しました。また四球も比較的少なく、重要な場面で確実にアウトを取り切るクローザーとしての信頼を築きました。球速も驚異的で、特に100マイルを超える速球を武器に多くの打者を圧倒。さらにヘルズリーは心理面でもクローザーとしての役割に適応し、試合終盤に登板するたびに冷静に試合を締めくくることができました。スタジアムの歓声や緊張感を楽しむ彼のメンタルの強さはチームメイトからも高く評価されています。特にカージナルスの若手ショートストップであるメイソン・ミンもヘルズリーが登板するたびに勝利への絶対的な自信を持っていると語っています。このようにヘルズリーは2024年シーズンを通してカージナルスのリリーフ陣の中心として輝かしい成績を残し、ナショナルリーグ最多セーブのタイトルを手にしました。彼の記録的なシーズンは将来的にさらに大きな成功へのステップとなるでしょう。では最後に、タイトルではありませんが、あの男が達成した前人未到の大記録を紹介します。前人未到の54-59。2024年9月30日メジャーリーグ、ナショナルリーグのレギュラーシーズンが終了しました。その中で特に注目を集めたのはロサンゼルスドジャースの大谷翔平が達成した前人未到の54-59という記録です。大谷は今季54本塁打130打点を記録し、メジャーリーグのホームラン王と打点王の2冠を手にしました。54本塁打は2024年のメジャーリーグでアーロン・ジャッジの58本塁打に次ぐ2位の記録です。これだけのパワーを持ちながら59盗塁を達成したことがさらに大谷の得意な才能を際立たせます。59盗塁という成績はリーグ全体でエリー・デラクルーズの67盗塁に次ぐ2位です。これにより大谷はホームランと盗塁の両部門でメジャー2位以内に入った史上3人目の選手となりました。過去にこの記録を達成した選手は1908年のホーナス・ワグナーと1909年のタイ・カップだけです。この2人はそれぞれの時代においてもメジャーリーグの伝説的な選手とされています。しかし彼らが記録したホームラン数は大谷の54本塁打とは比較にならないほど低く、ワグナーは6本塁打、カップは9本塁打でした。これらの時代は現在のようにボールが飛びにくく、パワーゲームが中心ではなかったためで、ホームランの数は今と比べて圧倒的に少ないものでした。そのため大谷がこの現代のメジャーリーグにおいてホームランと盗塁の両方でトップクラスの成績を残したことがいかに驚異的な偉業であるかがわかります。さらに大谷は今季の成績全体においても群を抜いています。159試合に出場し、打率3割1分、 OPS1.036 というリーグトップの数字を記録。惜しくも首位打者のタイトルは逃しましたが、この高打率とともに59盗塁を記録し、トリプルスリーも達成しました。トリプルスリーはメジャーリーグでこれまで25人延べ29回しか達成されていない非常に珍しい記録です。この偉業により大谷は日本人初のトリプルスリー達成者となりました。大谷翔平の2024年シーズンはメジャーリーグの歴史の中で1908年や1909年に記録された伝説的な数字を現代のゲームで再び達成したことに加え、誰も成し遂げなかった50本塁打50盗塁を超えた伝説のプレイヤーとして今後も後世に語り継がれることでしょう。今回は2024年メジャーリーグタイトルホルダーを見ていきました。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。